こんにちは。全国のレジャーランド。そして、まあ、レジャースポットがですね、サブスクリプションで利用できるようになりました。これね、令和4年の4月8日からなんで、もうちょっとなんですけども、もうすでにね、会員は募集してるんですよ。で、例えばね、ちょっと見てみますと、私の大好きな、虎ん記念館とかね、それから大江戸温泉、読売ランド、その他、箱根の、まあ、様々な施設とかね、 東映、渦政映画村。ああ、ここも使えますし、東京タワーにも入れる。日光猿軍団も、私、一昨年行ったんですけども、ここもですね。まだ他にもまだまだありますよ。うーん、そうですね。どこがいいかなスモールワールズ東京うん、招きの湯。これ、郡山温泉ですねで。それから、まあまあ、いっぱいありますから。とにかく。えっと、現在ね、 80カ所ぐらいは登録されてるみたいですね。で、このびっくりなサブスクリプション。日本全国のレジャーランドが使い放題のサ,サブスクなんですけども、これね、プランが3つありまして、ライトっていうプランが月額2178円。で、スタンダードが月額3278円。そしてプレミアムだとちょっとお高いんですが、4378円ということになりますね。この3つの プランかかから選べるんでですすがまなないいねこれねこれをね年間パスにするとさらにお得でライトだと年間で23,958円でスタンダードだと3万6 0で5 8円でプレミアムは48,158円なんで日本全国レジャーランドを使い放題でプレミアム年間5万円だったらそんなに高くはないのかなと思いますよね。 まあ、月にどっか1箇所か2箇所必ず使うようでしたら完全に元が取れます。みたいな感じのサブスクリプションが始まりますんで、お見知りおきを動画概要欄からまつけておきますので、URL を確認してください、えー。レジャパスというね、そういうサービスになります。2022年4月8日からスタートです。動画概要欄からチェックしてください。